あのアホ、てっきり同席するんか思っとったら来おへんのかい。クリームソーダお待たせいたしました。おきに。にしてもそのお偉いさん来るん遅すぎやないか。クリームソーダ3杯目やぞ。またして悪いな。俺は雨宿だ、よろしく。なんやこのおっさん、人を待たせといてえらい偉そうやな。よろしい、俺はヌルデササラや。今をときめくピン芸人のヌルデササラに会えるなんて光栄だぜ。ああ、そこの綺麗なお姉ちゃん、コーヒー頼むわ。えらいゆるいおっさんやな。そんじゃ早速ビジネスの話に移るとしますか。その前にちょっと聞きたいことがあるんやけど、ええか。もちろんだ、何でも聞いてくれや。ちょいと話だけ聞きたいんやけど、どうにも俺にはネズミ講との違いがわからへんのやけど。ほんまはわかるけど、どんな感じで説明するんか楽しみやな。なるほど、じゃあそっから話していくか。ネズミ講ってのは法で禁止されてる無限連鎖講ってやつだ。そんで俺らがやってるのはマルチレベルマーケティングだな。正式には連鎖販売取引って言われてるもんだ。コーヒーお待たせいたしました。おう、ありがとうよ。どこまで話したっけか。説明は一応普通やな。もっと突っ込んでみるか。その無限連鎖講と連鎖販売取引の違いって何なんや。最大の違いは、ネズミ講は金品の受け渡しが目的で、マルチレベルマーケティングは商品の取引を目的としてるってとこだな。はへえ、そうなんやね。ちなみに御社の取り扱っとる商品は何ですの。これで情報商材とかやったら笑えんわ。主に情報商材が多いかな。サプリや日用品もあるけどよ。お、どうした。あ、えらいすんません。本当はダメなんだけどよ、ササラ君には特別に100万する情報商材を見せてやるよ。はあ、そいつはどうも。ほらよ、ちょっと見てみな。ほんなら失礼して。なんやこれ、100万円の価値なんてないやろ。この方法を実践すれば確実に儲かるなんて文言からしてやばいのに、インフォプレナーになりましょうって、その方法がまためちゃくちゃや。こんなようある手口に引っかかるんはよほどのアホやな。どうよ、うちの情報商材はなかなかのもんだろ。そうやな。やばいなこのおっさん、俺をただのカモや思うて舐めとるな。うちの会員はいろんな職業のやつがいる。人脈を広げるって意味でもうちに入るメリットはあるぜ。今見せてやっから、ちょっと待ってな。ほらよ、すげえたくさんいんだろ。そうやな。会員の個人情報を初対面の俺に見せるとか、いよいよもってやばいやつやん。もし気になるやつがいたらいつでも紹介してやるよ。そりゃお気に。お？お？早速誰か気になるやついたかい。ああ、いや、知ってるやつに名前が似とったけど違ったみたいやわ。おお、そうかそうか。えらい、すいません、この後仕事があるんでそろそろ行きますわ。さすがは売れっ子芸人、
忙しいところ時間作ってもらっちまって悪かったな。いやいや、興味深い話を聞かせてもらったんで。また近々会うことになると思うけどな。あの間抜けのドアホメ、相変わらず騙されやすいやっちゃな。ま、この後会うつもりやったから、ついでに注意したるか。